続いてのニュースです。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置，主演钱德勒、罗斯福。次期総裁候補として呼び声の高い鈴木民也両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。続いてのニュースです。今のニュース、ここの立ち抜きの話なのかな。
その様子じゃ負けたか。次は絶対勝つ。元気な子供ですな。あれ、お客さん。あ、挨拶しよう。はじめまして、シロです。はあ、ちゃんと挨拶もしっかりできて気持ちのいい子だ。おい、あんたがキリだな。この子供にあんたどういう教育してるんだ。見ろ、見返りあざだらけだ。どうしてくれるんだ。ああ、橋本さん、お久しぶりですね。
勇気を出せ。彩子ちゃん、私ありがとう。そしてごめん。なんで、なんで彩子ちゃんが謝るの。本当はね、私ゆりちゃんがお金持ってきたから見ちゃってたんだ。でもね、私その場でゆりちゃんのこと止めてあげられなかった。ゆりちゃんのことを本当に思ったら私あの場で言うべきだった。後悔してる。私の方がお姉ちゃんなのに勇気がなかった。私にもっと勇気があればこんな大きなことにならなかったのに。だからごめん、私も許して。またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ。今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。親父は空いちまって手がつけられない状態です。だから兄貴に出待ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ。先日の一件から親父は兄貴に一目置いてるみたいです。だからここは兄貴しか収められないと。ちょっと待て。はい。さっきから聞いていると、俺のことを兄貴って何言ってるんだ。だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろ。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあ自分車回してきますんでお願いします兄貴。あ、頭桐生の兄貴。親父は奥です。先まであの家で暴れていたとこです。へっ、しゃ、なんでなったよ。あ、おお、これはキリュウさんじゃないですか。ええ、どうも荒れてるみたいだな。俺が先から話を聞いてやる。え、なんでお前さんが。俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げると。安心しな。別に先を連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今は先のことだけを考えようじゃないか。お前、あんたんとこの若いの、カリュウぜ。行くぞ、リギア。はい、兄貴。